はい、では行きましょうね。二人の会話です。はい、ちょっとピアノの音が聞こえますけど気にしないでください。じゃあ行きましょうね。これ二人喋ってるね。こっちの人はこっちの人に聞くんだね。こっちの人がまず言います。何色が好き？一緒に読もうね。ワン、ツー、スリー。何色が好き？英語も一緒に読もうね。ワン、ツー、スリー。What color do you like? 緑が好きです。I like green. はい、また話してみます。ねえ、あなたちょっとちょっとって感じで言ってますよね。私は紫が好き。I like purple.あなたは? How about you? 私はピンクが好き。 I like pink. じゃあ今度男の子たち、この子がまず何か言うね。でこの子がよっしゃーって言うんだよねきっとね。じゃあまず放課後サッカーしようぜ。 Let's play soccer after school.わかった。OK。うん。お仕事してる人たちかな。あ、ご挨拶だね。はじめまして。Nice to meet you。よろしくお願いします。Nice to meet you too。こっちの人が Nice to meet you って言ったらこっちの人が Nice to meet you too って言えばいいのね。はい。じゃあこれかな。じゃあまずこっちの人が聞きますね。でこの人がなんかイエスかノーで答えるんだけど、どうなんだろう。じゃあこっちの人がまず何言うでしょう。鉛筆持ってる？ Do you have a pencil? いいえ、持っていません。 No, I don't. 残念だね、借りられないね。うん、これはまずこっちのお母さんっぽい人が聞きますね。でこっちの人が答えます。まずお母さんっぽい人が、お昼ご飯は何がいい？ What do you want for lunch? あ、リンチになってるこれ。なんでだ、これランチですよ。はい、おく、ほい、もう一回ね。 What do you want for lunch? お魚がいいな。I want fish. これはどうだろう。あ、こっちの人がね、はい。まず聞きますね。なんか手伝ってほしいのかな。これお仕事だからきっとね。あなた今忙しい？ Are you busy now? いいえ、忙しくありません。No, I'm not.